皆さん、こんにちは。今日は芸能界を揺るがす大きなニュースについてお話ししたいと思います。カトゥーンのメンバー、中丸雄一さんのアパホテル密会報道が世間を騒がせていますが、それに対して、ある大物芸能人が激怒しているとのことです。一体誰なのでしょうか？まず、中丸雄一さんのプロフィールを簡単におさらいしておきましょう。中丸さんは1983年9月4日生まれ、東京都出身の38歳。2001年にカトゥーンのメンバーとしてデビューし、以降グループの中心メンバーとして活躍してきました。グループではムードメーカー的な存在として知られ、バラエティ番組でも持ち前のキャラクターで人気を集めています。そんな中丸さんが今年1月に結婚したお相手は、元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さん。交際期間は約1年半で、結婚当初は笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと幸せいっぱいのコメントを発表していました。二人の結婚生活は順風満帆かと思われましたが、わずか半年足らずで不倫疑惑が浮上してしまったのです。騒動の発端は8月7日発売の週刊誌でした。同誌によると、中丸さんは20代の女子大生とアパホテルで密会していたとのこと。この女性とは1年ほど前に路上で知り合い、たまに食事をする仲だったそうです。記事ではホテルの一室で向かい合って座る2人の写真も掲載されました。報道を受け、中丸さんは即日芸能活動の自粛を発表。所属事務所のスタートエンターテイメントも公式サイトで、今回中丸の取った行動につきましては社会的にも影響力のある立場として自覚と責任に欠けた行動でしたと謝罪コメントを発表しました。中丸さん自身も、今回は私の軽率な行動により、応援してくださっている皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、深く反省しております、と、インスタグラムで直筆の謝罪文を公開。妻の笹崎さんからは、しっかり自分と向き合って、と言葉をかけてもらったことも明かしています。しかし、世間からは厳しい声が上がっています。特に、今回の不倫疑惑には、いくつかの問題点が指摘されているのです。ネットニュースラボ。まず一つ目は、結婚したばかりのタイミングでの不倫疑惑だということ。幸せ絶頂のはずの新婚生活に早くも亀裂が入ってしまった形です。結婚したばかりなのに信じられない、奥さんがかわいそうなど批判の声が相次いでいます。二つ目は、お相手が20代の女子大生という若い女性だったこと。40歳を目前にしたベテラン芸能人が学生相手に手を出していたとなれば、反感を買うのは必至でしょう。大人げない、恥ずかしいといった厳しいコメントが目立ちます。そして3つ目は、密会の場所があのアパホテルだったということ。言わずと知れたあの有名なホテルチェーンです。芸能人の不倫といえば、つい連想してしまうイメージがありますよね。ネット上ではアパ不倫というフレーズまで登場しました。中丸さんといえば、過去に遊びは30代でやめると公言していたことでも知られています。それだけに、自分の言葉を忘れたかのような今回の行動に、多くのファンが失望を隠せないようです。こんなことをするような人だとは思わなかった、ファンを裏切ったと落胆の声が広がっているのです。ここで中丸さんの不倫疑惑に激怒しているという冒頭でお話しした大物芸能人についてご説明しましょう。その人物とは、日曜朝の情報番組週一の MC を務める中山秀幸さんです。中山さんは芸能界きってのスキャンダルに厳しい方として知られています。人間性も高く評価され、若手からベテランまで業界内の信頼も厚い存在。そんな中山さんが今回の中丸さんの不倫疑惑に怒りをあらわにしているというのです。実は中山さん、つい先日のパリオリンピックでも話題になったばかり、バドミントン女子ダブルス決勝戦の観客席で日本ペアを熱心に応援する姿がカメラに捉えられたのです。週一のおなじみのポーズを取る中山さんの姿に、視聴者からは、さすがひでちゃん、日本代表を海外で応援するなんて粋だね、と称賛の声が上がりました。それだけに、今回の中丸さんの不倫疑惑には並々ならぬ怒りを感じているのかもしれません。週一でも
過去に元メンバーの田中聖さんの逮捕について取り上げた経緯がありますからね。中丸さんの件も番組内で触れないわけにはいかないでしょう。この騒動はカトゥーンというグループにも大きな影響を及ぼしそうです。もともと6人組だったカトゥーンは脱退を経て、今は中丸さんを含む3人で活動しています。これまでも数々の困難を乗り越えてきたグループですが、今回のスキャンダルはまたしても大きな試練となるかもしれません。他のメンバー上田達也さんと亀梨和也さんの心中も察するにあまりあるものがあります。グループへの影響を最小限に食い止めるため、内部で相当な話し合いが行われているのではないでしょうか。亀梨さんに至ってはグループの未来はどうなるんだろうと深く思い悩んでいるかもしれません。いずれにせよグループとして難しい局面を迎えているのは間違いありません。ファンとしては3人の結束が揺らぐことなく、この困難を乗り越えていってほしいと願うばかりです。ネットニュースラボ。また中丸さんが出演していたテレビ番組への影響も避けられそうにありません。特に週1では急遽代役を立てざるを得ない事態となるかもしれません。番組スタッフや他の出演者も動揺を隠しきれないことでしょう。 SNS では中丸さんに対する厳しい声が飛び交っています。こんな軽率な行動は許せない、アイドルとしての自覚がなさすぎる、ファンを何だと思ってるんだ、怒りと失望の声が後を絶ちません。その一方で失敗は誰にでもある、反省して立ち直ってほしいと復帰を願う声も少なからずあるのも事実です。長年中丸さんを応援してきたファンの中には、今回の騒動を受け止めきれずにいる人もいるのかもしれません。ただ今回の不倫疑惑は一個人の問題を超えて芸能界全体の問題を浮き彫りにしたとも言えます。確かに芸能人の不倫は珍しい話ではありません。昔から何度となくスキャンダルが報じられてきました。しかしだからこそ芸能人には高い倫理観が求められるのです。一般人以上に注目され影響力を持つ存在である以上、自らの言動には細心の注意を払う必要があります。特に SNS の発達した現代では芸能人の些細な行動も瞬時に拡散され批判にさらされる可能性があります。プライベートを完全に切り離すことは難しくなっているのが実情でしょう。だからこそ自らを律し、ファンの信頼に応えていく姿勢が大切なのです。今回の中丸さんの不倫疑惑は改めて芸能人の責任の重さを考えさせられる出来事だったと言えるかもしれません。中丸さんにはしっかりと反省し、一日も早く信頼回復に努めてほしいと思います。そしてカトゥーンにはグループの絆をさらに強め、この困難を糧に新たなステージへ進んでいってほしい。ファンはそんな彼らの姿を心から見守っているはずです。さて皆さんは今回の騒動をどのように感じましたか？芸能人の不倫問題についてどのような意見をお持ちでしょうか？許せない、反省するチャンスだ、率直なコメントをお聞かせください。この動画が面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。引き続き芸能界の最新ニュースをお届けしていきますので、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。